松岡さんどうですか。僕はやっぱ吉田さんですね。まあ、ここに出るからとかいうわけじゃなくて、はい、まああの彼もワールドカップ経験して、ちょっと待ってください。あの一応後輩ですよね。あ、そうです。まだあの2つ下ですよね。そうです、ね。大久保さんね、はい。プロ歴で言ったら3年4年ぐらいしたいです。ですよね、はい。取り直しなくていいんですよね。大丈夫です。まあいいですよね。はい、じゃあお願いします。はい。まあ、彼は、はい、ワールドカップ経験してこう。もう一つこうプレーとしても、はい、まあ、こうチームを引っ張る意識も格段に伸びたな、はい、と思いますね。あのワールドカップ行く前と今じゃもうドリブルの質が全然違いますから。おー、そうですか。もう取れないです。僕はなんかできるだけ一緒のチームによって続いてのテーマは2011年 MVP は誰ということで、ヴィッセルスタジアム番組として選ぶ今年の MVP 一体誰であるのかと。松岡選手どうですか。誰だと思います。僕は徳重健太さんかなと。健太徳重あ、徳重健太です。健太徳重いや、あの徳重今年はなんか僕たち選手時代もサッカーを楽しんでる試合が多かったり、そういう試合はやっぱり勝ってたり、サポーターの皆さんも楽しかったって言っていただける試合が多いんで、まずは自分たちが充実した試合というか楽しい内容でサッカーをしたいなと思います。その結果、まあ最低でも一桁キープして、でまあ ACL も狙いに行きたいなと思います。